せよ。窒素大好き、元気になります。チェイヨー。あのクズの根っこを使ってこう書いてるっていうのを教えていただいて、あのすごく木のパワーが、あの植物のパワーが現れてるなと思って感動しました。これ面白いし、あの木が来るからちょっと不思議だなと思うし、私的には好き、私的には好き。ありがとうございます、ね、みんなそんなに言う気が来るってある？そうだよね。来るのにお客さんもいます、気をもらおうと。で、あの最初こうビリビリって来るけど、気持ちが良くなるから、いい気なんだなと。文字を書かれてるのに、一つ一つが人の顔だったりとか動物だったりとか、絵画のように見えるのがすごい面白いなと、すごい思いました。黒いとこだけを見て、普通黒のとこだけを見てしまうけど、さっき説明されてこう白いとこを見ることによって、こういろんなものが見えてくる、それがすごいなと思う。私が畜生に初めて会ったのは、エルガーラの時なんですけれども、その時にいただいた畜生の中に、今の私の愛する方がしっかり顔が出てたので、こうなんていうんですかね、予言する絵のような、そして今の状態を映し出すような書画だなと私は思います。毎日、ちょっと韓国に愛する方がいらっしゃいますが、毎日畜生を見てこう寂しさを埋めております。そういう点でもこう畜生がこう魅力的というか、畜生がないとこういけないような、そのような気持ちにさせてもらいます。どうもカムサミダ。畜生を初めて見て、その素晴らしさをびっくりしました。心がドキドキするぐらいです。